お母さん、行こう。ネーラ？何？先に行ってなさい。でも。ほら、急いで。ラムロが待っているんでしょ？うん。じゃあ、後でね。お疲れ様。レイラ。ん？あなた方はどうするのですか？私たちはね、また別の世界へ行くから、ここでお別れ。ありがとうございました。不思議な人たち。これね、ララからの預かり物。これは？地球のいろんな生き物の DNA データだって。これを使えば地球の動物を再生することができるかもしれない。ありがとう。まもなく発射体制に入ります。各自さようなら。ありがとうみんな。さようなら。さようなら、レイラ。どこに着陸するの？ララ。ララ。ララは？この船にはララはいないの？皆さん、この録音は私、ララからの最後のメッセージです。皆さんをこの惑星に送り届けることで、私のすべての役目は終わります。これまで一緒に勉強してきた様々な知識を忘れなければ、必ず新しい世界を作ることができるでしょう。その世界が素晴らしいものであることをララは祈り続けます。さようなら、私の子供たち。私には孤独も死もないのです。一瞬と永遠は同じこと。私はここでずっと新しい世界を見つめていくでしょう。さて、突然ですが、宇宙庭園の本の世界へと戻ってみましょう。こちらは何やら因縁深げな気配が。マリエル姫。はい、私マウですけど。マウ。へえ、マウの昔の名前マリエルって言うんか。知らん、そんな女のことなど。あのな、あの子カエルやったんやで。カエル？そう、あれは確か。ジンドンシャン、ジンドン。ん？あらら。このヘボガエル何さらすねん。ん？あんた誰かの魂の化身やな。哀れやな。こんな姿になってもうて。よっしゃ、うちに任しとき。自由地グーマや。へえ、ごっつ綺麗な姉ちゃんやないか。あんさん名前は？
忘れてもうたんか。ま、その方が幸せっちゅうこともあるか。まあそんなこんなでここにおるというこっちゃ。記憶がない。あら、アンさん、ここが傷んどる顔してはるわん。まさか。何をしているんだお前たちは。あいつら泳げるんかいな。知らん。私探してきます。アンさんの分身、ん、何かと、んんんん、笑かしてくれはりますな。分身だと？あんな奴らただの家来にすぎん。アンさんが作りはったんちゃいますの？自分にないもんはいくら考えても作れへんで。ということはあの三人アンさんの一部ということや。メイリン覚えているやろ？あれはうちの分身や。あんな奴らと一緒にしないでくれ。アンさんかっこ悪いな。自分で自分の弱さを認められへんのが男として、いや人として一番かっこ悪い。私は弱くなどない。私はこの世界の支配者になるべくしてなる選ばれし者なのだ。私は選ばれし者なのに、なぜ今になってこんな気持ちになる。ばあ、まああんまり肩張らんと、ちょっくらうちの相手でもせえへんか。大きなケツしてからに。うるさいよ。チャンス。いやー、お布団がふかふかで、リリスちゃんうまく起きれない。うー、ここは宇宙庭園や。どうやら玉物前半のところに来てもうたようや。ここ迷うたら二度と帰られへんかもしれへん。それでももし厚みがいるのなら。うん、あ、はずき待って。ごめん、死ぬかと思った。いや、猿またかぶった。まじゃまた。水飲みすぎ。どうしたグリエル。なんだ、やけどしたとこが痛むのか。海水が染みたんだな。急い。戻ったらお薬も塗りましょうね。ほんまにあの女どもは鬼やな。鬼、あ、あれを鬼っちゅうんやな。あんな嫁にもろたら最悪やで。無理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 。あ、